まあね、そんなね、わーわーね、いちいち動画を回して言うことでもないのかもしれませんけど、ちなみにね、まさか駅のね、ところに来たらね、最近ね、買った、お茶とかも260円でしょ。あ、ちょっと LED で読みにくいですけどね、これね、お水130円なんですよね。あれ、伊勢沖津の売店、100円で売ってくれてましたよね。ね、伊勢沖津の売店の方が安いじゃないですか。めちゃくちゃ親切じゃないですか、伊勢沖津の売店ね。普通あんなや、ね、あんな山奥って言ったらなんか言い方悪いかな。あのね、ああいうところでしたらね、あちらの方がね、ちょっとお値段をね、取ったってね、叱るべきだと思うんですけどね、すごくね、良心的なお値段でね、咲いてるということで、ね、素晴らしいですね、っていう、それだけです。はい。